こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部と申します。本日の子育てのヒントは、なぜできないので追い込まないっていう話なんですね。基本的に子どもたちって運動遊びとかしてても、これちょっとやってみようよっていうと、やってみるっていうふうに前向きな子どもが多いんですね。だけど最近すごいこういう口癖の子が増えてるなっていうのが、いや、やらない、僕できないから、私できないよっていう子がすごい多いんですよね。でもなんかもうこの言葉を聞くと、なんか僕心も銃でバツンって撃ち抜かれたかのような、なんかもう重さを感じちゃうんですけど、なんでこんなね、小学生とか保育園の子たちがチャレンジ精神がないんだって。やっぱこういうお友達って、いや失敗したって大丈夫大丈夫、一緒にやってみようなんて言ってもほとんど聞かないです。はい。でもやっぱりね、こう失敗は辛い、きついっていうふうにもう思い込まれちゃってるんですね、過去の経験と一緒に。で、失敗は自分で辛いって分かってるのに、こうね、やっぱ小学生ぐらいになるといっぱい失敗ってこう苦しくなってくるじゃないですか。なのに失敗をした時に僕ら先生や親はこうやって追い込んでいくんですよね。なぜできないの？いやいや、よく考えてみたらですよ、これ僕すごい運動できなかったんで分かるんですけど、もともとはできないからできない、それなぜできないのって言われても、これもう追い込まれてるだけなんですよね。でも僕らやっぱ理由が知りたいから、やっぱなぜっていうところで追い込んじゃってるんですよ。犯人探しみたいになってるんですね。で、なぜなぜなぜっていう、こうね、トヨタの改善ですごい有名になりましたけど、あれはね、生産とかこうものづくりにはいいんですよ、うまくいかなかったことには。でも人材育成にはなぜっていうのはいい時もありますけど、実は結構追い込みになったりする場合があるんですね。じゃあどうすればいいか。そう、ここがすごく大事で、どうやったらっていう考え方にしていきたいんですよね。どうやったら、すごくこれやったら前向きじゃないですか。なんか宿題を忘れちゃったとか何でもいいですけど、じゃあどうやったらできるのかなとか、アイス食べたらできるかもしれないし、そこは分からないんですけど、前向きにじゃあこうしようっていうやり方を考えれるんですよね。なぜって言われたら、すいません私ができませんみたいな、なんか気合が足りないですみたいになっちゃうんですよ。あなたもそうですよね。やっぱりこう家事もやりたくない時あると思うし、手抜きたい時あるじゃないですか。子供とずっと一緒に遊んでるなんて無理だし、でもそれを旦那さんにね、なんでそんなのできないのって言われたら、カチーンってやってみろよって言いたくなりますよね。じゃあどうやったらもっと家事ストレスためずにできるかな、じゃあ家事代行サービス頼もうかとか、旦那さんお願いしますとか、そういう部分できてくれて、やっぱ前向きになるんですよね。だからこれ僕すごい大事にしてるんですけど、なぜじゃなくてどうやったら、この質問にぜひこれからの子育て変えてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。